今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回はこちら、はじめまして。最近テニス後に手首をよく痛めます。ずっとポリエステルのストリングを使ってきたため、それも一因なのかなと考えており、ナイロンのストリングに変えようかと思っております。そこで質問なのですが、ポリエステルストリングからナイロンストリングに移行する際におすすめなどはありますでしょうか。できれば弾きの良いものではなく、飛びを抑えるホールド感のあるものだと嬉しいです。ちなみに現在のセッティングは V コア95、2021年モデルにポリツアープロの 1.25 を42ポンドで貼っておりますということですね。ということで今回はですね、痛みの問題等があってポリからナイロンに移行するということで、どういうのがいいのかっていうのをお話ししていきたいなと思います。はい。で今回、前提としてなんですけれども、ストリングに絞って解説を今日はしていきますけれども、質問にも書いてあった通りですね、道具はあくまでも一因かなと思います。それだけで痛みが出るわけではないですし、それを変えたからといって全部が解決するわけでもないかなとは思います。はい。やっぱり技術とか体力、道具、どれも関連して、最終的に痛みとして、発現してくるっていうものだと思うので、もちろんそのトータルとしてね、見直しができれば一番だとはもちろん思うんですけれども、実際なかなかね、そうもいかないと思います。ラケットも変え、ストリングも変え、フォームも筋トレもしてみたいな、全部こうねいじっていくっていうのはなかなか難しいので、今回はその痛みを解消するのに、できるだけお役に立てるようなストリングっていうのを、ご紹介できればなというふうに考えています。で僕自身、テニス始めてから、ほぼほぼポリで、プレーをしてきましたが、ここ数年ですね、30代手前ぐらいからは、ナイロンをうまくこう活用できるようになってきたので、自分のその経験ですね、も踏まえつつ解説していきたいなと思います。でまずそのあえて言うまでもないかもしれないんですが、一般的なポリエステルとその一般的なナイロン、この2つの、違いっていうのがどういうものかっていうところをおさらいしていきたいと思います。イメージっていうか一般的にこうだよねって言われてる、そういう内容としてね捉えていただければと思うんですが、ポリはね、硬くて飛ばない、でもスピンかかるし切れにくいっていう特徴がね、挙げられるかなと思います。で一方でナイロンは柔らかい、反発があって飛ぶ、でもちょっとスピンはかからない、かけにくい、でそして耐久性の面ではちょっとね切れやすいよねっていうところが挙げられるかなと思います。こういった差があるからなかなかこううまく乗り換えられない、切り替えられないっていう人もたくさんいるのかなと思います。でその部分を踏まえて、移行がしやすいナイロンっていうのをピックアップしていきたいかなと思います。で質問にもあった通り、飛びを抑えるホールド感があるものっていうところもねちょっと注目して、上げていこうかなと思います。で今回はですね、ピックアップするのは、この2つのカテゴリーというかタイプに分けてご紹介していきたいなと思います。はい。アラームが鳴っちゃいました、失礼しました。はい。飛びを抑える、ホールド感があるタイプですね、質問にもあったタイプで、もう一つは、これにも関連するんですが、ナイロンとポリの複合素材を使ったタイプですね、この2つ紹介していきたいなと思います。で1つ目、飛びを抑えるホールド感があるナイロンストリングですね、ざっとこんな感じかなというところですね。テクニの、NRG スクエア、ダイアデムのインパルス、合成のストロングダイヤ、バボラの RPM ソフトですね。でまずテクニの NRG スクエア、間違えました。はい。で特徴としてはそのポリウレタンとかが入ってる感じのというか、ポリウレタンが入っているストリングになっていて、柔らかさがありつつもボールをこうね、しっかり打ってるなっていうのを感じられる、その打ちごたえっていうのもあるストリングですね。でしっかりこうボールをね捕まえる感じがあるので、そのどっかに飛んでっちゃうなっていう、その弾きが強すぎる感じっていうのは抑えられてると思いますので、比較的扱いやすいんじゃないかなと思います。で次にインパルスですね、インパルスはですね、ちょっ
と、僕のイメージではネチッとしたね、粘り気のあるようなダカンのナイロンかなと思います。であとは、まあ、表面にその一皮コーティングされてるっていうのも特徴になっていまして、多少こうスナップバックっていうのが効きやすいっていうのも特徴かなと思います。なのでこれもあのいわゆるそのナイロンものの、パコーンって飛んでっちゃうよっていうタイプとは違う、割とこうスピンをかけつつ使えるナイロンっていうカテゴリーかなと思います。で次に、まあ、ストロングダイヤですね、これはあのナイロンのモノ芯タイプなんですけれども、まあ、太さもね結構ありますし打ちごたえっていうのも結構あります。なのでまあ、そのモノフィラメントではあるんですが割とこうしっかり打っていけるタイプっていうようなそういうイメージのストリングですね。であとは表面に凹凸があるのでまあ引っかかりもね割と出しやすい。なので打角をこう上げて打つとかっていうのもしやすいのでまあスピンをかけたいまああの高めの弾道を使いたいっていう人にはおすすめできるんじゃないかなと思います。はい、でそしてバボランの RPM ソフトですね。これはリリースされたばかりではあるんですけれども、まあソフトっていう名前の通りですね、ボールを捕まえる感じが非常にすごいなっていうのがあります。まあ一応カテゴリー的にはあのこれナイロンに分類されるかなと思います。はい、 RPM って言ってるんですけどね。はい、まあ使ってみるとですね正直あの、まあ、捕まえる感じが非常にいい。ネガティブな言い方するとなんかすっきり飛ばねえなこれっていう感じですね。ちょっとね不思議なストリングではありました。ただハマればですねそのまあ飛びを抑えられるナイロンっていうような感じで、結構ハマれば面白いのかなという感じでした。はい。で一応この4つがですねまあ、比較的その飛びを抑えられるホールド感があるタイプの、ナイロンかなと思います。で次にナイロンとポリの複合タイプですね。はい、まあ移行するにあたっていきなりもう 100% ナイロンっていうんではなくてポリもちょっとこうね含まれてるタイプっていうのはやっぱりこう感覚的にね、今までのその延長線上に来るものも多いので、はい、割とその移行しやすいんじゃないかなと思います。でまあこの素材というかこのタイプはですねもう正直テクニファイバーの独壇場になりつつありまして、はい、まあ、こういったトライアックス HDMX デュラミックスといった、ちょっとねこう味付けの違う異素材混合タイプっていうのがまあピックアップできるかなと思います。でトライアックスに関しては、まあ、比較的打ちごたえっていうのが強調されてるかなと思います。で HDMX になれば、まあ、柔らかさの方に少しシフトした感じで、デュラミックスはまあその価格であったり安いがちょっと字が間違ってますけど、はい、エントリーモデルとしてそのチョイスしやすいのかなというふうに感じます。なのでまあデュラミックス試してみてもうちょいね打ちごたえ欲しいなってなればトライアックスの太いやつを選んだりとかっていう感じでこうねシフトしていけるんではないかなということで、はい、上げさせていただきました。であとはそうですね他のブランドにもあるにはあるんですが、まあまずはテクニファイバーから攻めていけばいいのかなというふうに思います。ということでまあこれがね、まあ1番に引き続き2番ですね、まあ素材がまあミックスされたタイプっていうのも面白いんじゃないかなと思います。でまあ僕もあの最初に書いた通り正直ほぼほぼポリしか使わない人間だったんですが、まあ今はねナイロンも使うしというところでどうやって乗り換えたのかどうやってそのシフトしていったのかっていうお話をちょっとだけにしていきたいなと思います。で僕はですねそのきっかけになったのはブリオの 1.30 ですね。まあこれのおかげでまあナイロンが使えるようになったと言っても過言ではないかなと思います。で正直ブリオ最初はなんかダカも別に全然好きとかもないしなんじゃこれっていうような印象だったんですけど、慣れるとですねそのまあいい意味で鈍い感じですね。多少こう乱暴に振っても、ボールが暴れない感じっていうのが、まあ、非常にあこれ扱いやすいんだなっていうことに気づいてからはそのうまく扱えるようになってきたかなっていう感じですね。その繰り返しになりますけどナイロンものとかのその
張りのある感じで軽い力でこうどっかにね、コントロールできずに飛んでってしまうっていう感じがなかったっていうのがすごく大きいかなと思います。でポリと比べるとそのボールの引っかかる感じとかスナップバックする感じとかっていうのはかなり違いはありますけど、まあでもその違和感も含めてではあるんですが、トータルで考えた時にその実戦ですね、の中でのパフォーマンスは僕はブリオの方が上がったんですね。はい。なのでまあ、あじゃあ俺ナイロンでいいんだねっていうのに、気づいて以来は結構このブリオね 1.30 っていうのは非常に、僕の中では活躍してくれてるナイロンかなという感じですね。はい。意外とその、自分が打った時にどう感じるかっていうのはもちろん大事なんですけど、打ったボールがねどういう感じでその安定してるのかどうか、ちゃんとスピードが出てるのかどうかっていうのを見ていくと意外とねナイロンの方が良かったりするような人もね世の中には結構いるのかなというのを学びましたというところです。はい。で、最後になんですけれども、正直一発でその1回張り替えただけで、すんなり乗り換えができるかっていうとそれはね、難しいのかなとは思います。はい。何回かはそのお試しで張ってみようっていうぐらいの気持ちで、やっていただく、そういう環境というかですね、例えば試合の直前とかでストリングをねポリからナイロンに変えるっていうのは結構ちょっと難しいんじゃないかなと思うので、はい、いろいろスケジュール的にも余裕があるときにやっていただく方がいいのかなと思います。で、最初から触れている通りその手首の痛みとかですね、そういうのは技術とか体力とか道具だけじゃなくていろいろなものが影響した結果だと思います。はい。ただそのストリング変更したことによっていろいろ変化が起こると思うので、はい、たとえ小さなきっかけであってもですね、その好転する方に行く流れを作れるそのきっかけになればいいなというふうに感じてます。で、今回紹介したストリングのインプレであったりとかその機能であったりとか、そういった部分の、より詳細なねインプレはアドブロの方にアップしてありますので、よろしければ概要欄の URL の方からチェックをしてみてください。ということで今回はポリからナイロンに移行するにはどういうのがいいんだろうっていうお話をさせていただきました。はい。もしね、気になることがあればまた質問箱の方に書き込んでいただければなと思います。はい、長くなりましたが今回の動画は以上です。それでは。